イザカヤリーのハローハロチャンネル、始まるよー,ー始まるようなコーンってあるんだよね。うん 子供向けチャンネルそうそうそうよそうよこれ子供向けの番組やからワクワクさんやかしょうがない一番最後に工作するからね毎回はい。いや今日工作したんでしょしてる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 よなんのこの辺この辺ねこの辺工作してるからねということでねいつも通りねコロナ対策スタジオ内のコロナ対策やっていきますまたねちょっと増えてるみたいですけどそうなんですかもう全然見てないやんねえまた大変 ですね。はい、エンジャースタッフの件を行っております。ます、換気50分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しています。鳥小屋ズリーフェムのスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があると思いますが、ご理解ください。ということでね、あの、ちゃんとやってます。この先駆け男塾番組ね、という感じです。こちらですね。はい。

キタキタキタいやもうここ触んのやめようこれ触ん毎回これ触ることになるから正解教えて一回鳥声アズーリ FM の鳥声アズーリアズーリ FM のそれ近いねこの番組が好きという方に朗報でーす番組の番組応援の会に入会することでスタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたも番組参加することができます詳しくは応援しやりー からの、えっとですね。はい。ちょっと今ので、すごい使っちゃった。らはい、こちら。はい。今日番組への質問はこちらまで、お願いいたします。あとですね。ツイッターですね。はい。ツイッターのほうで。まず、あずぱんエフエム。はい。あとは、あの、ワクワクさんのインスタグラムより質問も。はい。飛ばしていただいても、触れていくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これで、ちょっと今日の今二人になってしまって。 いやはいはいどうですかオープンねもうかれこれそうですねあ 1> 約1そうでヶ月あのちょっと告知させてくださいね <laughs> えっとお二人のお店ですよねはい、はい、えときこりですねはい無事今月から。バー こちらです何を言おうとしたのよ。ちゃんと言うたやろ、バーオアカフェキコリって。えっとですね、カフェオアバーキコリな。めちゃめちゃ言いづらかった、さっきのやつ。じゃあ、上の方だけ映していただいて、こちらですね、このロゴがお店の看板なんですけども、12月1日からグランドオープンしています。そうですねただカフェの部分が 先日13日より営業開始しています。というところでちょっとカフェの方のね営業時間が7時になってますけれども8時半ですよね。8時半に変わりました。はい理由はちょっと私が間に合いません。ね朝がちょっと早いですからね、7時っていうともう5時半ぐらいに起きとかなそうですね、5時半はね、夜が終わるぐらいなそうだろうね。はいでも バーの方が26時っていう朝の2時ってことですねそうですね、昼、ね、2時までやってるんですけども、はい、あのお客さんがいる限りはやいてるので、暗い暗い交差点で唯一、明かりを灯していますんで、ね <laughs> はい、ぜひよかったら、その明かりにつられて入ってきていただけたら。ね、入り口の雰囲気だけちょっともう一回、下のやつから、どっかなかったっけ、入り口の雰囲気、あっ、こらですね、ちょっとこれ、だいぶ前の、まだオープンしてすぐぐらいの時かなすぐぐらいですねうん、うん。これにちょっと光 Nip. あ上ねあのとりあえず感の光とりあえず感の光ありますでゴム風船も中で売ってますんではい作ってますもちろん3階あたりで作ってますのでゴム風船お買い求めいただければと思います集営者兼株式会社リングです集者さんに怒られそうやなまあまあまあゴム風船は売ってませんけどもはいそんな感じでああのま夜はちょっとカジュアルバーとしてやらせていただいて いただいているので、あのバー行ったことなくて行きづらいっていう方も、そうですね。気軽に入っていただければ。女性二人でもね、この二人がいますんで。いまし、あとうちのあの入っていただけるイクティン店長っていうのがいるんですけども、イクティン店長ね。イクティンもかわいいかわいい店長いらっしゃいますんで。言い方変わるなあの子。角だらけからイクティンになりまして。俺本間の名字まだ聞いてないんちゃうかな。教えたはず。忘れちゃってるだけ。前回話したけどちょっと忘れれてきた。埋もれてると思う。埋もれてきてる。情報量で。 君がねでカフェの方なんですけど実はちょっとコーヒー売ってません売ってないですねない好きな人はセブンイレブンで買うて持っていく好きな方はセブンイレブンなりスクエアーズカフェなりってありますので近隣にたくさんあるのでそちらで買っていただいてうちで売ってるのはですねこちらドドンとドドン出るかな がベリーヤングはいこちらですねコールドプレスジュースといいまして100%野菜のジュースとフルーツを売っていますでこちらベリーヤングっていうジュースなんですけど入ってるのがストロベリーですねストロベリーいちごとにんじんとりんごとあとはあの クランベリーだったりブルーベリーだったりちょっと季節によって取れるものが変わってくるんですけどももうベリー系が入ってるジュースですねもう100%のジュースでジュースみたいなね野菜どっから来てんのみたいなところあると思うんですけどは野菜どっから来てんのはい野菜どっから来てんの畑やろけどな畑から来てるんですがどこの畑やねんっていうことねはいあの埼玉県 はい、比企郡。比企郡。比企郡って。どこえっと、川越の方ですね。はい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 。で、まあ、埼玉の中でも、やっぱりちょっと田舎の方というか。畑とか、田んぼがいっぱいあるとこですね。うん。うん。っていうところから、あの、ブルーベリー畑があるんですよ。はい。ほう。木ですよね、ブルーベリー。そうですね。ブルーベリー畑がありまして。はい。 そこの周りににんじん畑だったり<う><の>いちごだっ,イチゴだったり米だったりって作ってるところがたくさんあるんですけども、うん、そこの農家さんからあのそこの一帯の農家さんたちと協力して、うん、あの野菜を東京に持ってきて、はい、こういう形でジュースにしています。はい、なるほどでなんかねあこれポパイズパワーっていうんですけどほうれんほうですね。 そうです。あの上の緑の黄のように映ってるのがあれほうれん草でよかった。あれほうれん草です。<laughs> はい。<laughs> あれ台風でなんか木が飛んじゃった。<laughs> そうですね。<laughs> なんかあのびっくりするように横に曲がって。るこれから書いたのささ。書いたのささなん <laughs> やけど。<laughs> え、笹の絵心、この辺やったっけ。<laughs> この辺なん。ほうれんこの辺なん。<laughs> なん <laughs> もうもはや触れることもせえへんけど。あのポパイのピーの下の。 あの毛虫みたいなのがまして何なんっていう感じになってるポパイの腕です、ね、<あ>腕ですあえどこを感じてんのポパイの腕これ<あ>こうなってるあーこう,ん、ね、こうなってるのねあ、ほんで怒りマークねはい、はい、怒りマークじゃないのよあれポパイのマークなんよあ、じゃあポパイのマークは怒りやであれ。 あれ怒りの怒りなのよ。はい。ポパイのまたあ薄い薄いヘタの。あ、そっちの怒りね。私あのこっちからこっちから待ったこっちの怒りね。そう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 。まだ流れて。わかるやろ。怒りわけなんかもう筋肉怒ってるよみたいな。筋肉怒ってるよやばい。そうだね。ササって可愛いよね。脱線させるような突っ込みで回答してくれる。戻ってねえねまた。びっくりしちゃったと思って。 私の描き方おかしかったかなみたいななるるほどあ不安になっちゃってでねあのポパイがはほんとのあの某アニメのアポパイが言うてるけどねいつけらってあのほうれん草多分持ってるやつのイラストを見てほうれん草を描こうと思ったはい なんだっけあれ多分3本ぐらいあるのポパイのやつはでも1本書いたら入らんかったからいいかなと思ってあのを1本だけになってしまったから杉の木みたいなのいやでも多分ね結構いい線いってるはずなのこのポパイこれはいい線なんですねなるほどなるほど1本だけになっちゃったからあんな感じちょっと僕の目がおかしいのかもしれないでねいい線だとしたらだとしたらよだとまあ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 皆さんちょっとコメント入れていただけたら助かるんですけど僕の目がおかしいのかいやじゃあさささちゃん書いてるのってんでって言うてんのかね ちょっと僕の目ではなかなか杉の木かなって思ってたんで <laughs>、えー、ポパイですからねあれは着せるねそうそうそう帽子と着せるねそうよそうよ何やろ蝶々の半分とハンマーって何やろう <laughs> 違う違う違う蝶々 <laughs> の羽片っぽ書き忘れたんかな、ね、そうだったら蝶々うちうまくないうま,いうまいうまいいいや蝶々としたらうまいやんやけど私があれかな髪をちょっと傾けすぎたんかな いや、あ、こうやって見てじゃあ、こういうこと逆や、逆や、逆こうやな。うん。いや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 、ポパイの帽子と着せるですね。はい。そうです。もうもういじるとこはだいたいそんなとこで終わったかな。まあほうれん草とあこれが何ですか？ハビットハートビート、ハートビーツなんですけどもこれはビーツが入ってるジュースですね。ハートはあれどう？あ持てるか。 突っ込むところも探してるいやいや探してるじゃんちなみにリンゴと人参とあれはビーツあ、ビーツねちなみにあの絵も笹の絵やであ、絵あ、絵ね、絵ね、絵ねもう絵って読むか リンゴと人参とビーツ書いたんよ。あ、まあビーツはでもほら知ってないから俺らがビーツの本物のさ。そうか知らない方がいい。知らない方がいい。はい。本物は知らない方があんなもんだと覚えていたけども。はい。ハートビーツ。はい。あの心臓にいいんですよ。健康によくってでなのでなのでハートと名前のハート心臓ね。はい。そうですそうですそうです。なるほどなるほど。っていう流れでこんな形になりました。うん。 あの上にね、こ、あ、これがビーツですね。そのままや。株か。そのままや。あ、株に。あ、そう。株やね。なんとなく見た感じに赤い株みたいな感じやね。ようあるもんね、最近ね、し。え。シーブレンド。シーブレンド。レモン、パイナップル、みかん。さつまいも。オレンジ。 多分あのさつまいもは多分私が色を塗り間違えたのかもしれないかな笹 <laughs> のあの絵が何を表してるのか分かんない。 色塗る人が分かれてたわけ。あれなんで紫にしたのかわからんけど、笹的には。あれはなんだった。あのジューシー感を出そうと思った。ちょっとフレッシュ的なね。果実的。なうそ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 う。じゃあ黄色が良かったんだね。そう。はい、失礼しました。使いね。浅いわ。浅いというか、なかなか解読不能な死体やったんやろね。たぶね。 なんかさっきまでのね指と全然違う綺麗な指出てきたけどほんまやん持ってる人違うやんお客さんかこれイクティンテンの彼女あ、イクティンテンの彼女イクティンテンの彼女なるほどだあの部分モデルモデルで採用させていただいて手たれでやってはるでね手たれでねそうそうそうなるほどあ、これ戻りました指私の指になりましたね あこれもまた違うジュースマイジュースはちょっと食材いろいろ置いてるので自分で組みこく組んで頂い,いて<っ>作れるジュースそんなこともでき,できますのである食材でまあ、例えば、はい、まあ、ビーツだったりほうれん草だったりさっきまで出てきた食材あるじゃないですかうん、うん、あれを自分なりにあの3個とか4個とか言って頂けたら、うん、それ混ぜてあのマイジュースにしますよっていう。 これは何を、えーと値段帯ってみんなバラバラなの<あ>これ一律です一律一律、ね、今映ってるあのマイジュースも含めてグラスはいが、まあちっちゃく見えるんですけど、はい、普段多分ジュース屋さんとかコーヒーショップ行くとこれぐらいのコップって S,、うん、<S, S サイズとかなんですよ、うん、アイスコーヒー頼んだら S サイズでこんな感じで出てくるんですけどコンビニの S コーヒーぐらいそうですそうですそうですうん、うん、なんですけど氷が入ってないんで、うん、あ そうやねう。氷で薄まってしまうので、コールドプレスジュース、はい、氷入れないんですよ。はい。っていうので、なのでタンパン入ってます、うん。そうですね。普通のああいうジュースとかのお店とかそのコーヒーとか買った時の氷の量以上にタンパ入ってるから、うん、多分半分以上。三十ぐらい入ってるのかな。あ、三合ですね。あ、三百五十 ml。 入ってるからミリリットルねうん回したったで M-L 意外とだからめっちゃ入ってますめっちゃ入ってますタップタップなるぐらいのねこちらが M サイズですうちのキコリではい。で L サイズの写真が多分送ってないね あとで出ます。はい。おいくら万円ぐらいで売ってあるんですかえっと、このだから M サイズが500円。5 0円。L サイズが 420ML なんですけど。えっと、待って。え ?420ML なんですけど。ML なんですけど。あすいません、代わりにやってらやらせていただきます。420ML です。もっと複雑な。が、分かる方に行ってくる。800円ですね。800円ね。L はじゃあ何も。 ベラボーに入ってんの ?420ml。あ、MR? え、ML ですね。MR やからずっと何のこと言うてんねん。ああ、ML。回し方はちょっと違ったかもしれない回し方は上あごにつける感じでね、L は。いなるほど、なるほど。で、S もあるってこと ?S ないです。S はない。だってこれよりちっちゃいグラスになっちゃうとなかなかなんか映えないな。なるほど、なるほど。あとはちょっと作る本も。 もう大なななんですよちちっちゃくないなるほどあまあ入れる野菜で大体絞ったら S ぐらいになるのかな今の感じで言うとへえじゃあ毎日ちょっとその例えばベリーもさっき言ってたみたいに今日はクランベリーやけど次はブルーベリーになってみたいなことも可能性ももしかしたらなんか全部混ざってたりもななるほどなるほどなるほどどベリー系が入ってると思えていただければ。 ななるほどなるほほどど時期によってもやっぱ今いちごはシーズンですけどいちごが終わってしまうとその後ってブルーベリーになっていくかってブルーベリーですねだからメインが今はいちごをメインに。 今、はい、取れたていちごなんでいちごがメインな感じの味なんですけど、うん、多分ベリーヤングってそのままベリーヤングっていうのはそのまま継続してきますけど、うん、それがまあブルーベリーの時期だったらブルーベリーが濃いめになったりとかなるほどしていく感じになりますねその辺は若,若干その季節によって中身の量のバランスは変わっていくそうですね、うん、なるほどなるほど基本あのお飲み物はこんな感じの何、えー、だコールドプレスジュースがメインで。 え皆さんコールドプレスジュースって知ってるのかな知ってます？知らんかった。コールドプレスジュース知らんかった。コールドプレスジュースってあの普通あの例えば街中にあるジュース屋さんとかっていうのはミキサーで作ってで多分すごい回転数でゴゴゴゴゴゴって言いながら多分液とかによくあるじゃないですか。あるあるある作ってると思うんですけどあれって中の繊維をあの繊維とか栄養素っていうのをあの崩してしまうんですよ。 ほうだから本来の,あのちゃんとした栄養素っていうのが、うん、飲んだとしてもあまり取り入れられない、うん、っていうのでコールドプレスジュースっていうのはあの低速で、うん、あのすっごいゆっくりこうすり潰して徐々に徐々に徐々に,徐々にその力でなあそうですそうです、うん、その力でこう、ね、果汁が出ていくみたいな形なので<ー>基本的にその繊維とか。あ そうなんコーヒー持って入ることなかっまあまあどうぞ <laughs> 最近これのスタイルにしたね、うん。<laughs> <laughs> なるほどだ<う>ゆっくりいわゆるミキサーほどの高回転ではなく、うん、ゆっくりのスピードで果汁を絞らしを絞ったりなので体とか健康にめちゃめちゃ良くて、うん、なるほどその野菜だったり果物の栄養価をそのままあの体に取り込むことができるっていう季節、うんね、になるので、うん、はい。 これをまあメインにお昼は営業されてて、ねうん、完全にあれですよ注文が入ってから10品でどうぞ、うん、びっくりしたああこれねああこれこれが持ち帰り用になるこちらがあ両方持ち帰り可能なのでなるほどなるほど、はい、こちらが L サイズですね、うん、あ L になったらこんなに入れてくれるのそうですあの私の個人の感想なんですけど、はい、結構 お腹にまるんですなのでエル買うと飲みきれないで氷も入ってないですしなのでちょっとあのビいやプラチックプラチックですねまあそれちょっと瓶に変えようかなと思うんですけどそれを蓋をつけてお家に持って帰っても冷蔵庫に入れて冷やしてまた飲めるようにただ 早めにですね。賞味期限は72時あの七十二時間です。買ってから。えー、え？三日？七十二時間三日三日です。あでもまあまあ持つけど早めにははやわな早めにですね。うねもね酸化してしまうでしょうからね。やっぱビタミン C も多いものですから。うん、私やっぱねコンビニとかで売ってるもの見に来る。 比べたらうちは今一切ねそういうものなんかさっと知らん顔して今いなやつあるんだねね <laughs> 拾ったったた保存料とかもねやっっっぱ入てますけどがっつり入ってますから、ねね、そのまま絞りたててななので、うん、入れてないから やっぱ三日以内はね絶対に飲んでほしいですねそうですねできるだけ早めの消化の方が多分栄養素も飲み切っていただきたいなくならないで吸収できるんじゃないでしょうかねあの向こうから二番目の透明のやつはライチみたいになってるんだこれ正直あのデモの時の写真なので色を見せてあれやってないんですよただ始まりの頃だったんであのプロジェクトのお店が出来上がる全然前の そうですね。すこれリン、はい、僕も分かってました。うん、はい、はい、リンの奥の席ですね。ちょっといろんなお客さんからの <laughs> <laughs> あのご希望で、はい、あのプロテイン入れないかみたいな。ああ<ー>、うん、タンパク質のねそうですそうです。 っていうのでプロテインもちょっと入れる方向で走っていた部分もあって、うん、プロテイン色をちょっと入れようかみたいななるほどなるほどなるほど感じであの色をちょっと作ったんです今ね何でもプロテイン入れたらええんちゃうかみたいなことになってるからね、うん、ただねどうだろうや,しやっぱり自然のものから栄養は取っていただきたいそうですね、はい、まあそれで十分今までの人類は成り立ってきてたわけですからねそうですはい、あのー、わざわざ何かを無理やりないてる人間の最初に戻っていただきたい皆さん <laughs> なるほど、壮大なテーマになってきたね、今、きこりのテーマがきこりのテーマ結構壮大壮大なんですね結構壮大なんですよちょいちょい薄い時があるんだけど、今回は突然ちょいちょいあのやってる人たちが薄くなりがちなんですけどちょっとやってることは結壮大なテーマでやらせて人類に、地球と向き合ってほしいっていうテーマでもっと深くしていくな大丈夫かそれを本当に、いやでもね、ぜひこういうのってなかなか僕も浅草橋でもう仕事して10年以上なりますけど なかなか好意を見せってありそうでないですからね、うん、浅草橋蔵前そうですね浅草もあるのかなわかんないけどあんまり見ないな、うん、多分コールドプレスジュース自体蔵前でも我々が初めてですし浅草橋にももちろんないですからうんこの辺で言ったらこの辺一帯で言ったらまあうちが一軒歩めというねねだね ここんなとで野菜できてんねんでの写真あったやんかその埼玉県ののねネギ抜いてるような写真あれは大根抜いたんあ、大根かいなあのあの写真とかがいいんじゃないのだから TikTok 今見なくていいけどあの今探しているんです探してるんですねはいはいこんなとこで取れてる野菜を使ってんねんでが一番ねあの視聴者のトラが結構ね放送前に聞いてくれるんですよスタッフの子たちが。 自分が送らないんですよ、その時になるほどね、食べてんねんなそうです、食べてこのタイミングで出しといてあげたほうが楽やけどなそうです、みんな楽なことをしないんです、私で、自分も辛いんですああ。せやろ、せやろもうほとんどこれ探してる間、ここの二人で回しとかなあからねいや、まあ信じてますせやね、でもまあこれがだから昼間の営業としてメインのディッシュになっててあ。 でもう一個あって、うん、昼間はその、うん、生米パンっていうのを出していてちょっと待てよしっかり言うてな生米パンな生米パンっていうのを出していて、うん、今びっくりする言葉言うたかなと思って <laughs> <laughs> 生米パン生米パンっていうのを出していて、うんはい、まあ要はあのお米で作った、はい、まあ形状パンみたいな感じなんですけど形状パン 形状がパンなんだけど、はいはいはい、がパン、はい、お米なんです100%ね、はいはい、でまあ皆さんね、えー「米粉なんですか?」って言ってくるんですけど、うん、米粉じゃないです「ノット米粉」「ノット米粉」「ノット米粉、ね」「あのノット米粉」ですね <laughs> なんで米粉じゃないのかっていうと<の>、まあ、まあ作り方がまあそもそも違くて、うんはい、でえっ、ー、とまあ米粉ってまあ米を粉砕して粉状にして、ねはい、まあパン に入れていくとか小麦粉と混ぜてパンにしていくっていう形だと思うんですけどまあうちらの売ってる生米パンっていうのは米をえっとお水に浸してまあ2日ぐらいまあ48時間ぐらい置いておきますになる感うで,すねでそれをまあミキサーにかけてドロドロな状態にしましてそこからもうただパンの形状にやるだけなのでまあそのまま米です。 要はね、100%お米です。100%お米なんで、うん。ただえっと作ってる場所がパン工房なので、えっとこちらですねあのインスタのあれちょっとどうやって送ったらわかんないからスクショ送っちゃったんだけど探せます？あのどこかの近所のいやパン屋さんの農家さんののところでやっているパン屋さんからあの。 お願いして作っていただいてその農家さんはコシヒカリ作ってるんですね、うん、はいコシヒカリですねでそれがあの,、はい、あの川越藩の県城米として使ってるコシヒカリなんですけど、はい、そのコシヒカリで作ったパンを我々がその農家さんがもう一店舗しかないんですけどそこで作っていてこちらですね<ー>農家が営むパン屋さんあれが比企軍って読むんだそうですははは、漢字難しいなよう見たけど 初めてちゃんと理解できた。そちらですね。でこちらすごく美味しいパンをたくさん作ってます。の中ででま美味しいお米もできたのでお米のパンも作りますっていうことであのお米のパンをこちらのパン屋さんで作ってます。はい。ただ100%お米なんですけどま見ての通り他のパンも作っている場所ではあるんで100%グルテンフリーとは言えないんです。ほう。あの作ってる場所で。ま。 小麦もちょっと、あの、混じったりすることはあるっていう。そう、あの、激しい、あの、なんていうんですか。グルテンを気にする方だったりとか、アレルギーがある方は、まあ、ちょっと厳しいかなって感じなんですけど。まあ、九割方、9.5割方ぐらいはグルテンフリーですね。なるほど。ちょっと空気中に混じっちゃったぐらいの感じです。 はい、ベーカリートわさんっていう。とわさん。はい。このベーカリートわさんを営んでる方が、ブルーベリー畑を営んでるんですよ。あ、そう、繋がっていくわけですね。いちごもそう。で、今の時はいちごなんです。ベリー系をこちらですね。なので、そちらでいちごだったり、ブルーベリーだったりとかを、我々が仕入れて。なるほど、うまそうないちごやな、大江本。この間、これを仕入れてきました。ああ、なるほど。めっちゃ美味しい。ベニホッペって書いてあるのかな。そうですね。すっごく甘いんですよ。 で、今ベリーアングに入ってるやつです。いちごが。ああ、先ほどのベリーアングですね。はい、はい。あれ一杯で。五粒ぐらい入ってんのよね。大概高いでな、いちごもない。ちいまあ、も、こっからクリスマスに向けて、もっと高なるや。あ、すっごい上がっていきますね。なるほど、なるほど。で、パンは、じゃ、そこで焼いていただいたやつを。かき氷で仕入れてというか。そう持ってきてます。東京に。なるほど。 それでまあ焼くなりなんなり乗っけたりエア肥やして出してあげてるっていうことでね木っこりでは二種類しか出してないですはいお醤油とあんこですその写真あるかなこれがお醤油ですねお醤油ですパン焼いて醤油かけただけなのにみたいなお醤油をかけただけなのにっていう商品名ですねそうです醤油かけただけなのにです まあああ突然なんんか商品名ががででここちらのすねあんこをのせただけなのにいやいやごめんごめんしょうゆはわかるわ百歩譲ってあんこをのせただけなのにって逆にあんこのせないバージョンってなんなんあんこのせる以外ないやろっていういやバターのってないでああまあまあバターがないよっていうねあんバターはないよあんこのせただけなのになるほどなるほどはいでこんな形で片手で食べれるようにしてますのでこれはじゃあもう朝から。 朝からオーダーしたらお買い求めいただけるとあ一応ねリーズナブルなお値段なのでちょっと言っちゃいますどうぞあんこをのせただけなのには250円安いほんではい醤油をかけただけなのに230円で安いはい安いだけなのになのでちょっと 興味のある方はね、あのすぐ試せるような女性やったらまあこれ昼でもエンチャウンっていうぐらいなあのですねあのすごいのがあの私もまあ食べてるね食べたりする一回を好ききあのね食べてるじゃないですか食べまあ試作とかして食べるんですけどもあの普通のパンと違うところ私ってもともと米派なんですよでパンをなんであんまり 食べないかっていうと腹持ちが悪くてお腹がすぐすいちゃう確かにえ、今日大丈夫大丈夫今日なんか体弱い子みたいな感じで大丈夫か弱い子みたいになってるそうで、もうすごいあのパンってダメなんです私体が体がねお腹すいちゃうからすぐお腹すいちゃうから俺もそうかもしれないだから多分太る原因にもなるんですけどあのお米じゃないですか100%で私もうおにぎりとかはまあ元々大好きでまあ食べまあニ個とか食べるじゃないですか で、やっぱりおにぎりってやっぱ持つんですよね。そうだね、米はね。そうでも、あ、お腹いっぱいになったなあって思うんですけど、うん、それと同じ、やっぱりお米なので、うん、その一枚に対して。 もうぎっしりお米が入ってるので、あのすごくこの結構ちっちゃいんですよ。サイズ的には。一枚が。普通の食パンってこれぐらいのサイズじゃないですはいはいはいだけど、こんぐらいなんでもぎっしりですよ。ちょっと上等なパンでこんなサイズあるやな。そんな感じの。かだけど、もう一枚持っただけですごい重いんですよ。だから。はあ。ぎっしり。密度が濃い。密度が濃くて。なので、すごくお腹いっぱいなのか、一枚でも全然。 あの、腹持ちがいいというか。さらにあんことか、あったらね、あずきの。まあ、おすすめは、一番おすすめは、これ、生産者側も言ってるんですけども。はい、醤油かけただけなのです。これですねそ。そうです。こちらがすごくおすすめす。まさかの醤油をかけただけなんです。そうです。 こんなにパンに醤油が合うとは思わなかったという声が多分ほとんどの方はやったことないんじゃないでしょうか。はいうん、小麦のパンではもしかしたら合わないかもしれないですね。うん、そうだと思います、ね。多分米のパンやからこそだけなのにが成立するっていう、はいうん、だけなのにで、ね、バターものせないんですよね。<ー><れ>バターものせません。せ<っ>もちろんバターのせたり普通のハムチとかも全然美味しいですよ。やってみましたけど。あうんうんうん。うん、だけどやっぱり醤油をかけただけなのに。 これなんですねすね。ね。戻りまはへえ俺も食べたことないパンに醤油ってまあでも合わんことないんやろねバターも言うたら塩気ですし、うん、醤油も塩気ですからそういう意味では、まあ、近からず遠からず甘いパンに塩気という。 海外から来たイメージありますよね。そうですね。パンは海外ですね、あのー。欧米から来た感じがあるじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。完全に和です。うん、こちらのパンが和で成り立ちます。なので和のものを乗せたり、まあね、あのした方がやっぱより美味しい。うん なるほど。マッチする感じかな。梅干し乗せてもいけるぞぐらいな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 まあまだやってないんでしょうね今の今のね。やってみようと思っちゃった。梅干しまだやってない。まあまあ塩昆布だったりおかかだったりね。めちゃくちゃ。おかかめっちゃ合いますよ。おかかも合いそうですよね。おかか絶対合います。あと多分鮭フレークとかつくなにとか多分そういう本当に和のものが本当に合います。梅シソとかも合いそう。あ合いま合います。 なんかもうおにぎりの具に出てくるようなものたちが合いますはあはあ、面白けどもハムとかも合いますようんまあまあまああのそす普通に洋食系のものもも,もちろん合うけど 明太子なんかも絶対合うやろね。やりました。あ、やった。やりました。間違いないでしょうね。間違いなかった。間違いないでしょうね、これね。間違いなかったですけど、リーズナブルな価格で売れなくなったので。なるほどね。やめました趣味で。はいはいはい。かけただけなのに。かけただけなのにがまあ一応。しはい。まあこれやったら朝ごはん代わりっていうのでもね。そうですね。十分な八時半のオープンですから、まあ仕事前に一回寄ってもらって、あの。 ポパイジュースとポパイジュューーススと、うん、ポポパパイイ…ズパワーポパイズパワーです、ねはいうん、なんか図が2回言った 2> うたけどだけなのにね食べていただいて会社に行っていただくってことでそうですねあさっきジュースちょっと流れちゃったんですけど、はい、ジュースほとんど人参が入ってるんですよおでその人参の農家さんがこちらドドンと、うん、はいお こちらあのセリザワさんって方が、あの立ってる方ですねセリさん。イケメンに映ってるんですけども、はいイケメンかどうかもちょっと今ここではもうシルエットだけイケメン。なかなかのね優うな感じさんこんなにじてかわからんけどもシルエットだけイケメンセリザワさんっていうんです。はいシルエットだけイケメンセリザワさん。これ長くない？セリザワさんに失礼やろね。後でちょっとセリザワさんに怒られに。セリザワさん知らんけど俺でこちらあの。 芹沢さんの趣味の畑なんですよほぉここはで、あの、大根だったりレタスだったりってこう、自分が食べる用のはい野菜をね、植えてるんだね植えてるんですけどもあの、インスタあります芹沢さんの芹沢さんのインスタですね、はいシルエットだけイケメン司令とだけイケメン、芹沢さんは長いな、芹沢さんのニンジンをね、三種類ぐらい作ってるんですよへえ、ニンジン種類あんの 3種種類類ぐらいあってでまあ、1種類はスーパーとかに出回ってる普通のニンジンあるじゃないですかです大きさのはい、はいはい、それが1種類です<っ>で残りがあの美味しい品種のニンジンを作るんですよ <laughs> だからスーパーにおろしてるのは美味しくないらしいですそうですなんか本人の説明そのまま言ってるだけなのセリザワさんもそれが何人参かを言うてくれんかったあそこはちょっと言うてくれんかったなんとか人参とかさはなかったそのね人参の品種はなんか言ってなかったんですけどこのスーパーにおろしてるやつはあまあ美味しくないんだよねなるほどなるほど美味しくない美味しい人参みたいな感じで言ってたっていうジャンルの違いがあるんですねはいの美味しい人参があれがセリザワさん ね、そうですねやっぱ後ろ姿の方が、はい、ほらシルエットだけイケメンまあ僕もそこはコメント差し控えますけれども <laughs> まあああいう風うに映ってる人参がそのセリさんおっしゃる美味しい人参の方っていうことですねの美味しい人参ですね、はい、あれはケールなのかなあの上はねあこちら左下がこうあなるほどいう形で人参が盛り起こされて歯も立派やね歯もなんかできそうな感じぐらいの人参やねサラダかなんかね で<ー>なんか結構ねニンチン掘りの体験とかもしてる体験もしてたりするので、ね、ーあのこちらのインスタが芹沢農園っていうインスタかな、はい、に直接 DM で送っていただいても構わないですし、はい、あと近々ちょっとキコリとコラボで <laughs> あの、そういう遠足みたいな形で芹沢農園に行こう,っていうそうですそうですそうですなるほどなるほどっていうのであの畑の体験とかできたらっていうので来年 なるほどなるほどそちらもぜひっていうあっ川島町っていうところでま特別支援学校の教諭がもともと先生ですすねねでで先生あの初対面の時にいろいろ話聞いてると農園を始めたきっかけが農家になりたいとかじゃなくて先生をやっていた時にあの 正規障害,障害,障害の子とか、はい、障害の子たちの学校で先生をやってた時に、はいはい、この子たちが働く場所を作ろうと思って農家になった方なんですよいわゆるまあ働き場をまず先に作っといてその子らが行けるようなスペースを作っとくっていう,う前回行かせていただいた時もやっぱり働いてましたね、はい、でもみんなすごい一生懸命働いて,働いてたんでんなんかすごいそれに心もめっちゃ打たれてなるほどね素晴らしい泣きそうになってた、ね、泣きそうになってまいやいやほんまに <laughs> はい で人参の方も、はい、あの実は日本ってすごい規定が厳しいんですよスーパーに並ぶまでに野菜が。なるほどなるほど。ほどそで,、ね、でそれで弾かれてしまうものって多いんですけどまず1個目すごいわ私が個人的に納得いかないのが形なんですよ。形の規定がすごい厳しくて人参、はい、はこの形みたいのがあって、まあくまでもそ農協トサイドやり方ですよね。でその形ににするためには、はい 農薬をめちゃくちゃ使わなきゃいけないんですよ。農薬をめちゃくちゃ使うと、まあめちゃくちゃいい形のものがいっぱい売れていくんですけど、まあ土もダメになっていくんですよ。そうですね。はい。っていうので、で農薬をでも使わないとこうゴニョゴニョゴニョって本来たぶんそういう形の野菜だと思うんですよ。はい。なんかみんなあの一本が虹だと思ってんですよ。本来そっちなんですよ。そうですね。こんな二つ足になってもうたりとかこんなの持ったりとかね。そうですそうです。本来はそっちをななりがちのものを。 やりたいんですよね。ねは,さはい、美味しい人参を。はい、でまも、そういう美味しい人参ウォンなかなかね、こう。ばって売り、売れないんで、うん、この間は、なんか。前回ですね、行った時は、五百キロぐらい。キロもう、その、われわれが行った日が、たまたま、うん、その五百キロ分を。廃棄する日って言ってて。そうです。そうです。いや、それは、本当にないですわってなって。うん、こう、こういう形、でなんか、い、暇のない人参たちがたくさん。だって、味は一緒ですよ。 形が違うだけ栄養価も一緒で栄養はもしかしたら高い可能性もあるしここはねちゃんと分かってないですけれどもやっぱり農薬を使ってない分自然だし美味しいしっていうことで売り出せるはずなのに売り出せるはずなのにっていう食べて何の問題ももしくは美味しいかもしらんぐらいのものがねが捨てられてしまうっていうことを我々もやっぱそういうのはナンセンスな時代だし なんか我々もそういうことに対してやっぱりこう人に働きかけられるようにっていうことでやっぱそういう不揃いのものとかをやっぱり、うん、あの使ってるんですねうち,うちのた野菜しては。 まだうち店舗でちっちゃいお店なので全部は買い取れないです5 0 0キロはただそこから2 0キロだったり3 0キロを仕入れて持って帰ってきてますなるほどなるほどでめちゃくちゃ美味しいです玉ねぎなんかはやってられんのここ玉ねぎやってる方いるとは言ってたんですけどまだお会いしてないんですではないんですねあとはもうなんか趣味が芹沢さんは玉ねぎ趣味でやってましたよあ本当にはいはいはい芹沢さんのあの畑で大根も趣味でやってたんで大根抜いていいですよって言われて抜いた大 そのまま持って帰っていいよって言われて、<ん>あの壺ぼ一個分の漬物にしました。ーあ、これですね。そうですそうです。あ、まあこのこん,こ,んこれではないかもしれんけど。笹野ないの写真あの抜いてる写真。あれめっちゃわかるよ大きさが。うん、これだと人がさ持ってないから<う>大きさがあんまりいまいちわかんないけど。 笹がね抜い,た抜いてるところを動画で回しててそうです,、ね、すんごいおっきいのねあの3種類取ってきたんですけど本心大根っていう本心本の芯ですね、うん、はい、うん、本心大根っていう種類と、うん、あとまあ2種類はまあ普通の大根らしいんですけど、うん、これがあのー、なんていうんですかねあ,のある一定の時期を過ぎると大根ってどん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 成長するらしいんですよ 売られてる大根あの大きさってあの大きさが別に大根のベストなわけではなくて、うん、あれが売られる大きさでベストだから売られてるだけであって、うん、別にそれ以上成長して丸くなろうが大きくなろうが、うん、美味しいものは美味しいんです、うん、なので。 まあ撮ってきてき、うん、実際まあ笹がねあの撮った写真が多分あ後で上がると思うんですけどす、ねええ、放送中にはなんとかなると思いますけど <laughs>、ええ、こんぐらい大きいのと、ええ、もうめっちゃかなんかもうこんなでかいやつを持ってきて、うんうん、で大根料理ってあんまり思いつかなくて、うん、我々ね、うんうん、でまあ鶏と大根煮るかとかまあまあ、ね、お漬物にするか何するかとかってい,、うん、いろいろ考えてたんだけど結局その大根って やっぱ調理しちゃうと早いじゃない足が柔らかくなっちゃうしなので漬物にしてこんぐらいの大きい瓶にその三本分の四個玉カットしてもう漬けてあるんで今お客さんにサービスで出してますから奥さんの大根を配ってますなるほどすごくね最初切った時に生で食べてみたんですそしたらもう梨みたいね すごい甘いしジューシーだし。スーパーの大根はねどうしても辛味とかあるんで。そう絡みとかあるし、なんかえぐみもあるじゃないですか。もともと甘いものですからね。でもそういうのが全くなくて。ささがだいたい身長が百二十センチぐらいなのであの大根が七十センチぐらいの。違う。ちうちゃうよ。ちゃう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 。さもうちょっと大きいか。ささ全体的にでかいよ。全体的にでかいか。でも完全にこの大根笹の顔よりはでかい。顔より大きいねこれね。 はあもう立派やもんね。これだって。もう。切るじゃないもん、さばく。さばくレベルだったね。ねさばくの。タイが送られてきた時、ね。<laughs> あ、そうそうそく、えー、に入って、ね。はいはい。こ,れはこのれぐらいの巨大な、まあ、これも普通にスーパーで売ってるやつより太いしね、うん。太いです。いや、何しかさっきから思ってたのがやっぱりいちいちごちゃうわ、人参も。 大根もが立派です結局養分を取ろうとしてるのは歯の方なんでねん水分はねえ、はい、からと思うんでしょうけどう、はい、すごい立派な歯やから美味しいやろなって思って見てるこれめちゃくちゃ美味しいです。ねえ大根もジュースはね,ねもう一つ水気が多いからあれかもしらんけどね、はい、なるほどね芹沢農園さんちょっと僕も行ってみたいぐらいですねですこれね。 いろいろ。野中家の晩御飯、インセリザワ農園みたいな、ね。<laughs> えーね、ぜひやってみたいですね。なんか多分でも一週間、そうですね、人参はでも結構大量に。 あのの仕入れてきたでそんなすぐには多分なくならないと思うんですけどでまあ保存方法とかもあの一応土がついてる状態でうちもらってきてて土がついてる状態でビニール袋入れた状態でま芹沢さんが言うには3か月は持つみたいなのでその状態で持って帰ってきてるからまあ今冬ですしねええ外置いといたら十分ですよ スキンレス状態です。人参は。ああ、水分も飛んでいくし。そう,そうです。なんかあの、うん、もう本当人間で言うと皮がない状態なんですよ。はあ<ー>。だからそこから傷んでいくみたいで、土がついてるとやっぱそこからこう保護されて、うん、あの結構持つみたいなので。なるほど。うん。重要やね。土はね。やっぱそう考えるとね。うんはい も大事です、ね、ぜひちょっと芹沢農園俺すごい興味出てるわ今今日、うん、めちゃめちゃいい,い,いとこだしあの写真見た、うん、見ても分かると思うんですけどなんか写真どこ撮ってもやっぱり自然なので絵になるし、ね、映えるし。 やっぱなんかいつもねやっぱ東京のど真ん中でど真ん中かはどうかわかんないですけど東京都内でやっぱ過ごしてるとここにまあ2回ぐらい今まで行かせていただいたんですけどまあこれからねずっと長いお付き合いになっていくと思うんですけどやっぱ農家さんに行ったりとかその畑とか,とか山とか見ながらやっぱその農家さんとお話をしたりとかその食べ物とされるね植物とか人参とか大根とかって、うん。 ね見たり触ったりするとやっぱなんか帰ってきた時のなんかこうパワーが変わってきててサ、うんうん、さ,さとかね結構すごい元気でねめっちゃ元気になる、うん、いややっぱそうでしょうね、うん、自然に触れるとめっちゃ元気になりますね、うんうん、土とかも大事ですしそうですね、うん、空気もまずねあ全然違いますね汚くないですね、うん、こんな車もいっぱい走ってるとこじゃないでしょうからね<う>やっぱり人間本来の 生活って別に農薬があったわけでもなく、うん、そういうところで,、ね、であるものを食べてたところからだんだんこういうきれいな大根が好きにみんななっていってしまって、はいうん、パックに入った料理が好きになってしまってっていうことになってますけどす基本的にはこれで生きれる方の力は十分,十分というかこちらの方が強いぐらいですからね、うん、そういう野菜を使ったあのジ,ュジュースがあるという。りのスローガンなんですけど、はいあの 農家のストーリーごと「東京に」っていうのがスローガンとしてきこりカフェの方やらせていただいてるのでなるほど興味のある方はぜひどし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 どんどんどんと来ていただい、ね、はい。ぜひともちょっとそれはきこりのメインディッシュにねもう当然それがメインディッシュですからねカフェの方の部分では、はい、バーの方は言わんでいいの今日は。 バーをもうやってますよ。バーも読み切ってるね。なんかもうバー言った言った最初、ね。あ、言ったね、まあまあまあ、言った言った。大丈夫、大丈夫。<う>いやいや、まあ、残り5分になってしまったところで、ちょっと僕もカミングアウトなんですけれども。はい。はい、えっと、この後、僕、今探してるんですけれど。週末企業を考えてまして。週末企業。はい、土日だけの。えっ、ーえー、と、パスタ屋をします。ーえー、えー。 なのでちょっと状況によってはこのアズーりお休みしないといけないところも出てくるかもしれないんですが今それを募集してるんですよそのカフェやってたんだけど今やれなくなっちゃってお店が開いてるとか土日はお休みしてるんで誰か使ってほしいなとかはいランチだけでも使ってほしいなとかまあもちろん皆さんご,さんご存知じゃないかもしれないけど平日はねお仕事してるので土日用だけにパスタをちょっと。 作って野中家の「晩ご飯んいいんどこどこ」みたいな感じでやっていこうかなとでちょっといろんなそのねアミューズメント的な要素も含めた面白そうパスタ屋を作ろうとしてましてまあそれもあって今日ちょっと場所は場所がだからその曲がりで借りないと一軒借りても1週間のうち2日しか使えないので、ね、でもほら、うん、あのどこら辺狙ってるとかあか台東荒川であればどこでもいいかなと思ってるんですよああ台東荒川 手荒立ち？頑張る手荒立ち。<laughs> <laughs> 川がな、冬寒いやここえんのがね。台東荒川、台東荒川、手荒ち。<laughs> そのあたりだとまあまあね、もちろんあのーうん、僕も行きやすいですし、まあ土曜日日曜日だけ。 ちょっと貸してもいいよっていう人がいてたらうん、うん、あので、思ってた。だから芹沢農園さんなんかとも逆に繋がれたら面白いな、ね、とは思ってて農家さんと繋がるめっちゃ良いですねそうなんですもうあの今ロゴもある程度考えてへ、えー今はもうプロの方に依頼をしてあってで、すごいえっともう僕昨日まで出張だったんで昨日の夜届いてたの見たんですよ食品衛生管理士ももちろん取らせていただくことにして、はい、そういうのも、まあ ほら館で一人いればいいんですけれど、うん、ほら何もやってないところに僕が借りるときは誰かがいるじゃないですかそうねえぜ管理士、うん、だからそれだけはちょっとちゃんと営業区画書,書がおりないんで,そうです、ね、はいそれは取らせていただいて、うん、まあ射抜きでやるときは僕の営業区画書いらないんでね、うん、そのまま射抜きでやらせてもらえればいいんですけれどいろ、うん、んなパターンでやれるように自分もその免許を持っておこうかなとは思って、うん いえいつスタート予定なの？いやもうあればあるだけでスタートしようかなと思ってます。す1日だけでも。あじゃあみ見つかったらもうすぐスタートみたいな。うんうん即やりまえー、そうんそのメインになるまあパスタも。 まあ、昨日アマゾンでポチりましたけど、はい。はい、<laughs> あの、まあ、まあ、まあ、最初はね、あの、面とか、何にもすべてこだわりたいという気持ちはあるんですけれども。まず、最初は自分で、その、ルーティーンになるように。うああ、こういうオペレーションであれば、まあ、ワンオペでできるな、ここまでいくと、ツーオペいるなとかっていうの、自分で、ね、体感しなきゃいけないので。ええ、すごいっすね、めっちゃ大変そう。いや、いや、でも、ほら。 平日は平日で自分のああ楽しいけどささも,土日もっとと楽しいことやる初めて聞いたけど、はい、もう紹介する人ポン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 出てきたのでだから2人にはものすごく力になってもらわないと困るんですよ。 もっとそういう意味ではあのお仕事の絡みになっていくんかもしれないんですけど。はい。こんなこんな顔して会議しよう。ビジネスビジネス相手になるんだこれから。ビジネス相手ではない。こんなビジネこんなラフな感じで話せなくなっちゃった。会議しましょう。あんたら俺と話で一回ぐらいキってなったことあったか？ない。分かんな。いこれから先にもううちらが切り替わってなっちゃうかもしれないじゃん。切り替え方をまずまず覚えない。 <laughs> いやいやまあまあね、本当ラフに最初はスタートして、楽しみね、すごくそういうことをやっていきたいっていうやっ,とやっと食べれるんだね。そうですね。の<ー>中家の晩御飯がようやく広まるかなというところで、え何種類ある出すつもりなんですか。いやもう考えてるのは十種類以上あるんですけれど、まあ最初はねもちろん三種類ぐらいで絞ってやるしかないので、やっぱ僕が持って行って作らなきゃいけないので、はい、持っていくにも。 多分限界があると思うんで、うん、そうなってくると多分三種類ぐらいからスタートして、まあ。いつかは自分のお店になれば、それは十種類二十、うん、種類っていうのは増やしていこうかなとは思うんですけれど。うん、当然野菜ってどうしようかなっていうのはずっと思ってて、まさかの芹沢農園さんの話が出たので。うん、すごいさっき興味、しんで聞いてたの、はそこだったんですよね。<laughs> うん、あの葉っぱなんか、めっちゃめちゃなんかなりそうみたいな。ちりめんじゃことパスタしたら、めっちゃおいしそうみたいなね、大根、うん、の葉なんか。うんうん ごっついいろいろな妄想を膨らませながら <laughs> はい見ておりましたですのでちょっと皆さんねあのもしあればあのアズーリの方のツイッターでも構いませんし僕のインスタグラムでも構いませんのでいろんな情報を教えていただければとはいお願いします,お,ますお願いします、えー、じゃ居酒屋林のハロハロチャンネル、はい、また来週お会いしましょうありがとうございました。